中国でのアウトブレイクはいまだに謎に包まれています。我々は、その真相が何であるかを知りたいわけではありません。ただし、これは全世界の人の健康と人権に関わる問題なのです。全世界で1億6000万人が感染していますが、本来ならば回避できたはずです。現在、世界で300万人以上の人が、中共ウイルスにより亡くなっています。 これほど多くの人が同時に亡くなったのは人類史上、戦争が出現して以来、初めてのことです。振り返ってみると、中共は最初からウイルスの人から人への感染のリスクを世界に知らせていませんでした。当時、台湾は国際保健規則に沿って WHO にそのような問題があることを伝えました。実際、WHO は後にインターネット上で我々とたくさんの論争を交わしました。当初、 中国本土にもいち早く警鐘を鳴らしていた、李文亮医師をはじめとする方々がいました。そして、多くの市民ジャーナリストが病院に潜入し、その様子を撮影してくれたため、初めて感染が思った以上に深刻であることが分かりました。最初の頃、武漢がどのように閉鎖されていたかを覚えていますかとても突然なことでした。2020年1月23日に武漢市がロックダウンされました。 その日444人の患者が確認され17人が亡くなったと中共当局が表明しました確認された患者が444人しかいなかったかどうかはわかりませんがとても驚いた数字です当時は旧正月でした多くの人が道路で倒れたり病院の医療システムが崩壊したりして多くの医療スタッフが泣き叫んでいる様子を多くの映像で見ることができました 武漢のロックダウンが解除されたのは昨年4月8日でしたが、その間に多くの悲劇があったことを映像で確認できました。家の扉は木の板で釘付けにされており、夜中に建物の中で泣き叫んでいる人もいました。それはとても悲しい過去です。インドでの感染拡大が深刻な今、中共は感染は制御されていると言っていますが、もちろん我々は疑ってかかります。 多くの公衆衛生学者が、中国で何人の人が感染で亡くなったか、あるいは感染状況を把握しようとしています。もちろん、客観的な推測の仕方はたくさんあります。例えば、年金を受け取っている高齢者の数が激減したことから、多くの高齢者が亡くなったことがわかります。あるいは、生明説のような特定の日になると、お参りのために花を買わなければなりません。 つまり花が売れているということは、多くの人が亡くなったということです。そうすると、これらの客観的な事実から、感染は本当に我々が思っていたよりも深刻であると推測できます。また、中共が推し進めているワクチン外交も重要なポイントだと思います。多くののの中中国国人はワワククチチンンを接種しましまたたが、が実際に注射され製です。 トルコ、ブラジル、チリでは、中国製ワクチンを大量に接種した後、確認された症例数が減るどころか増えています。これはワクチンの保護作用が疑われるということです。中国製ワクチンの安全性の評価などについて、実際に、今年の1月6日に、上海のワクチン専門家、東里能氏がこう述べました。これはおそらく最も安全ではないワクチンだ。副作用は73種もある。 専門的な立場からするとどんなワクチンでも副作用はあります重要なのは人々が公平に見て議論できるようにオープンにすることだと思います議論が少ないほど人々は不安になりますからねしかし投資が73種のワクチンの副作用が記されたワクチンの使用説明書を sns に投稿した後その説明書は隠され二度と見ることができなくなりました 保護作用の問題については、先ほど挙げたいくつかの国の経験とは別に、4月11日には、中国疾病対策予防センター主任である、幸福氏も中国で開発されたワクチンについて、効果が小さいとの見方を示しました。その直後には否定もしています。つまり、口を封じられました。ですから、中共により公開すべき情報を大量に隠蔽することと、ワクチン外交を多く行うことは矛盾していると思います。 そして多くの中国人は接種したくないにもかかわらず強制的に接種させられましたそうですね実際感染状況の隠蔽は多くの問題をもたらしています先ほども言ったように感染の抑制は国内だけの議題ではなく全世界の議題です感染状況を公開しないと大変なことになりますまたワクチンは単純にただでもらえるものではなくお金を払わないといけないものも多いのです ワクチンを他国にあげることは相手に恩恵を施すだけでもありません効果のないワクチンは保護作用がないだけでなく最終的に現地でより多くのウイルスの変異株が生まれることになりますなぜなら殺虫剤でゴキブリを殺すとき使っている殺虫剤に欠陥がある場合その殺虫剤ではゴキブリを殺すことができなければゴキブリの薬剤耐性はどんどん高くなります 多くの国では、ワクチン自体の保護作用が不十分のため、予防効果がないばかりか、いわゆる変異株が生まれ、危機を引き起こすこともあります。それが現在の状況です。WHO は全世界の人権と健康を守るという重要な役割を果たせるかどうかも、問題視されることです。WHO の調査チームが中国に行って、武漢の海鮮市場、または他の何かがウイルスの発生源なのかを調べていることは周知の通りです。 しかし、そんな一見公平な専門家チームが中国に行ったら、中共政府が感染の封じ込めを宣伝する展示に案内されただけで、一時データにアクセスできませんでした。多くの重要資料はすでに紛失したか、人為的に消されてしまったとさえ言われています。これは、もともとある地域でのある伝染病のアウトブレイクに過ぎなかった問題は、意図的な隠蔽、意図的な放任と意図的な操作のため、正規の大惨事となってしまったと思います。 中共ウイルスが蔓延した今どの国もある強国に予防策を教えてもらうことはできませんしかしその代わりに各国は自らの最も重要な価値観や利益の立場でオープンなプラットフォームで他国と貿易について検討すべきだと思いますだからこそ台湾は世界が台湾の専門家を招待して一緒に貿易について議論すべきだと考えてきました羅先生 一つ聞きたいですが、トランプ政権の時、イギリスをはじめとするいくつかの国は、主要な民主主義国のいくつかを組み合わせて、WHO の外に、より誠実で効果的な小さなグループを形成したいと提案しました。何か進展はありましたか実際、当時、トランプ政権が再選を直面しています。バイデン政権がより左寄りで、より曖昧になり、新たな国際保険連合の創設に抵抗が生じるのではないかと多くの人が考えていました。 確かにそうですねトランプ氏は WHO にこれ以上お金を出さないと表明しましたが政権が交代したことで多くの政策がストップしてしまいました台湾を WHO に加盟させようという強いメッセージが世界各地から寄せられていますしかしここ数日台湾では感染が拡大していると同時に WHO の会議も行われています私が言いたいことは台湾でのアウトブレイクと世界のアウトブレイクはつながっています 人権への尊重と気球は世界中のすべての人々が遵守すべき中核的価値観です。政治はこのようなことに関与すべきではありません。ご視聴ありがとうございました。気に入っていただいたら、ご家族やご友人と共有するよう、ご協力をお願いします。また、お会いしましょう。